こんにちは、サンクスです。今回も世界の国の歴史の主な出来事を説明させていただきます。では、スタートです。韓国のエンタメ業界は、K-POP、ドラマ、映画を中心に国際的な影響力を持つ成長産業です。特に K-POP は、BTS やブラックピンクなどのグループが世界的な人気を誇り、 SNS や YouTube を通じて世界中のファンとつながっています。韓国ドラマも韓流として広く知られ、 Netflix などの配信サービスを通じて多くの視聴者を獲得しています。さらに韓国映画はカンヌ映画祭やアカデミー賞での受賞歴があり、質の高い作品が評価されています。エンタメ業界は韓国のソフトパワーを象徴する重要な柱となっています。韓国のエンタメ業界の歴史について、1945年から1950年代朝鮮戦争後、韓国のエンタメ業界は復興期に入り、映画や音楽が主な娯楽として発展。戦後の混乱期を背景にした映画や伝統音楽を元にした流行歌が登場。1960年代韓国映画の黄金期、監督キム・ギヨンの下女などが評価され、映画産業が盛り上がる。またテレビの普及に伴いテレビドラマが登場。1970年代政府の検閲と統制が強化され、エンタメ産業が停滞。しかしこの時期に音楽番組が人気を博し、ポップ音楽が徐々に普及。1980年代民主化運動の影響でエンタメ業界が再び活気づく。テレビドラマが国民的な娯楽となり、映画も多様なジャンルが登場。1990年代K-POP の誕生。1992年に男性アイドル系ヒップホップグループのソテジはアイドルがデビューし、新しい音楽スタイルを確立。エンタメ業界の改革が進み、韓国ドラマも国際的に評価され始める。2000年代韓流ブームの始まり、韓国ドラマや K-POP がアジア全域で人気を集め、映画も国際映画祭での受賞が増える。2010年代韓国エンタメがグローバル市場で成功。BTS やエクソなどの K-POP グループが世界的にブレイクし、韓国映画も2019年に上映されたパラサイト半地下の家族がアカデミー賞を受賞するなど大きな影響力を持つ。2020年代オンラインプラットフォームを活用したグローバル展開がさらに加速。 Netflix などのストリーミングサービスを通じて韓国ドラマや映画が世界中で視聴される。 K-POP も引き続き国際的な人気を維持し、エンタメ業界はデジタル化とともに進化を続けている。今後の韓国のエンタメ業界はさらにグローバル化が進展すると予測されます。 K-POP はすでに世界中で確固たる地位を築いており、次世代のアーティストが新たな音楽スタイルや技術を取り入れることでさらなる進化が期待されています。また韓国ドラマや映画はストリーミングサービスを通じてますます多くの視聴者に届くでしょう。加えてメタバースや AI 技術の導入により新しい形のエンターテインメントが生まれる可能性があります。韓国のエンタメ業界はテクノロジーと創造性を融合させ、世界的な影響力をさらに拡大していくでしょう。以上、韓国のエンタメについて説明させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。